はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、久々にね、白角瓶を、なんかリニューアルしたやつをね、白角瓶リニューアルしてうまくなったというね、らしいので、買ってみました。値段が、値上げしたからね、1350円ぐらいだったかな。うん。消費税込みで。そして、サントリーの、白角瓶。容量が 700ml、アルコール度数 40%。原材料がモルトとグレーン。となっております。こちら公式では、水割りが美味しいと書いてある。水割りおすすめみたいなことを書いてありましたが、どうでしょうか。乾杯。でも、黄色角瓶よかは、ストレートだと、甘いし、変な香りもないし、飲みやすいかもしれないですね。うん。うん。まあ、ちょっとアルコールのピリピリ感があるけど、うん。まあまあ。まあまあまあ、割かし美味しいんじゃない？うん。白角瓶は、久々に飲んだな。でも香りもしっかり、してるし。うん。うん。案外思ったほど、まずいかっていうと別にそんなでもないな。まあ。案外、ストレートだと黄色角よかうまいんじゃない？企画よか案外美味しい？とか言う可能性が、うん、酒齢7年から9年の淡麗タイプのモルト原酒に熟成グレーン原酒をブレンド。角瓶の伝統を守りつつも食中酒の味わいを求めて、淡麗でやや辛口な原酒セレクション、セクション。これと和食の繊細さと響き合う晩酌に最適のジャパニーズウイスキー。酒齢7年から9年。って書いてあるから。でも、黄色角瓶の方には何年かって書いてないんだよね。ああ、でも案外美味しい。美味しいっていうか甘いな。案外。全くスモーキーさとかはまあないんだけど、香りとしてはしっかりウイスキーの香りがするので、まあまあ、水割り。でもしっかり甘さはあるんで。うん。甘さかな？
香りもまあそこそこあるけど、そんなに香ってくるっていうものではないですからね。まあ突筆すべきとしてはまあそこそこ甘い。多分黄色角煙よかは、初心者には好まれる味かもしれないですね。そこまで、ひどい味ではないんで。黄色角瓶は、ストレートに飲むとものすごいまずいっていう。まあ、俺の個人論ですけど、ものすごくまずいんですよ。企画は。ただまあ、ハイボールにすればうまいんだけど。うん。まあ、白角瓶は多分、角瓶の中でもまあ、初心者向けだろうね。うん。初心者には割と美味しいって感じで飲めるんじゃない？まあ値段1350円だけど、まあ割と高いかな。うん、まあでも、ジャパニーズウイスキーらしい甘さはあるよね。うん。まあでも、1350円だと、せやな。俺だったらまあ日課ウイスキーの、俺だったらやっぱディープブレンドとか買うね。ブラック日課ディープブレンドを買うけど、あれも値段1350円ぐらいだった。まあもしくはリッチブレンドですかね。まあ、ディープブレンドかなり美味しいんで、ただあんまり売ってるとこがないじゃないかな。ブラック日課のね、ディープブレンド。あんまり売ってるとこ、まあ見かけないっちゃ見かけないですけどね。まあでも値段的にはまあ1300円、1400円、1500円ぐらいで買えるのか。Amazon だと1150円に、送料が550円つくんで。まあでもそれだったら1350円、店売りで1350円ぐらいで売ってるんじゃないかな。うん、ブラックニカのディープブレンドはかなり美味しいと思います。個人的にはね。値段のあれからすると。なんかそれに比べれば値段的に考えると、うーんってなるけど。まあでも、ディープブレンドにはない甘さがあるから、うん。まあ、ハイボールとか、水割りとかで、こう、まあ、食中的な感じ、食中酒として飲むんだったら、まあ、ディープブレンドとかだとやっぱり、濃いんで、食中酒向けではないよね。それを考えると、まあ、買う価値は、まああるんではないかと思いますけど、ただ、まあ黄色角瓶に比べて、まあ水割りが美味しいとかっていうのが、まあ、まあでも、規格に比べると香りがないから、水割りとしては、まあ、なんか食中酒としては、壊さなくていいかもね。風味をね。風味が、まあ、ないんで、まあ、あんまり、風味がないんで、まあ、そういう意味だと、まあ、普通の企画よか、まあ、食べるものの、あれを壊さなくて、済むんじゃない？っていうね。ではあります。まあとりあえずハイボールで飲んでみようかな。水割りストレートとして、じゃあハイボールで、ハイボールでもちょっと飲んでみますか。あれ、炭酸水が
炭酸水を冷蔵庫に入れてなかった。よし。まあ、今度企画も買ってみようかな、久々にね。黄色革命ね、うん。まああれはハイボールとしては美味しいからね。あれストレートで飲むとまずいんだけど、すっげえまずいんだけど、あれをハイボールにすれば結構美味しいね。まあ黒革命がなくなった今、ハイボール4位としては、かなり美味しい部類だと思います。乾杯。あ、でも、企画に比べると全く味しないね。濃さが全くないね。でも、やっぱ食中酒かな。この全くこの重くないこの甘さとハイボールのこのにしたときに甘さがだいぶ引き立ってアルコールの感じがなくなったから余計飲みやすくなってる感じはあるね。結構甘さが引き立つんで、すごい飲みやすくなってる。さらっと飲めてしまう。ただ、重さが全くないっていうか、香りとかが、まあ、結構弱いんで、なんか、物足りないっていうのはあるな。でも、これは、あれじゃない？白州とかの、これ白州のブレンドじゃなかった？あれって。だから白州とかが好きな人はいいんじゃない？山崎とか白州のノンエイジあたりを好きな人は、全然白角でも、てか企画用か白角の方が近い気がするな。多分俺ぐらいのバカ舌になると多分、白州と、白州のノンエイジと山崎のノンエイジ、多分、白角と何ら変わんない気がするね。味としてね。だそれぐらい、白州のノンエイジと、白角のノンエイジ、いや、白州のノンエイジと山崎のノンエイジって本当に美味しくないんだわ。本当にあれは本当に奇跡レベルのまずさだね。あれ飲むぐらいだと白角瓶飲めばいいんじゃないっていう。無駄にあれ4000円するから、なんであんなに高いのか全然わかんない。1ミリもわかんないんだよね。あれを飲んで美味しいって言ってる人間の感覚が1ミリもわかんないんですよ、これは。だからそう考えると、あれを美味しいって言って飲んでる人は、いや、すげえなと。味覚すげえなって。だから、俺は、つくづく、まあ、それを、美味しいって飲んでる人を見ると、まあ、バカ舌だなーって思うんだよね。まあ、バカ舌でむしろ良かったなと思う。あと、ちょっと飲んでみたいのは、サントリーのウイスキーのチタってやつね。あれも4000円ぐらいなんだけど、まあ、飲んでみたいと思うんだけど、まあ、リスナーさんから、ある情報としてはまずいというか、山崎とか、ノンエイジのやつ、白州は、が好きな人だったら好きかもしんないけど、
下は、それが嫌いな人はまずいって言って、薄いからまずいって。うん。しかも高いしね。普通にね。うん。普通に高いんで、山崎とかと一緒の値段でしょ？で、これに4000円出すって考えると、この日課のブレンダーズスピリットと同じなんだよ。だから値段として。俺の買った価格ね。いわゆるプレミア価格だけど、一緒なんだよね。そう考えると、いかにそのブレンダーズスピリットがうまかったかってわかる。2500円で買えて、この味だからな。だから本当にサントリーの、山崎とか白州を飲んで、うまいって言ってる人が、本当によくわからない。だから、同じ4000円ぐらいとしてさ、この日課のブレンダーズスピリットと、その山崎を、どっちが美味しいかって飲ませて、それで味覚を測るっていう手もある。どっち系統の味が好きかっていうね。濃い味が好きなんだったらブラックニッカのディープブレンドになるし、ディープブレンドでね、ブレンダースピリットになるし、薄い系の味が好きなんだったら山崎になるしって。ただ、全くのさ、ウイスキー初心者にさ、どっちが好きかってさ、銘柄を教えないで、こっちとこっちどっちが美味しいって、聞かせて、飲ませてやるのもなんか面白そうで。ということで、コクはないね。甘みは強い。香りは、なあ、まあ、そんなでもない。まあ、こちらとしては、まあ、買いかっつうと別に買いでもないんだけど、まあ、食中酒としては、まあ、いいんじゃないって。まあ、買う価値は、まあ、食中酒かにしては、まあ、実に美味しいっていうか、食中酒としては美味しいんじゃないって。2433です。ご視聴ありがとうございました。